past is the past. すごさがいいですよね。はい、そうですね。すごい。これが5年間の思い。よしよし。よし。カウンキックはカットしています。ここ対応してますね、小坂さん。そうですね。さあここでシングルレッグ狙っていこうというテイクダウン狙っていこうという。おっとここでチョークに進めるか。しかしまずは倒したのは大木と広瀬。これだ。これだ。これだ。あらさよ。忍者チョークを取りに行っちゃったんですよね。本当だ。そう、テイクダウンディフェンスしてたら多分ディフェンスできたと思うんですけど、チャンスがあったら取りに行くしかないなみたいな、そういう気持ちが働いちゃって、はい、ちょっと失敗しましたね。この時めっちゃ嬉しかったです。やっとこの攻防できると思う。寝たらそんな強くねえなっていう感じでした。日本軽量級のトップの2人がいよいよ相まみえます。堀内恭司対大木久保博正。さあいよいよ5年ぶりの因縁の戦い。さあ高田さん、はい、いよいよ始まりましたね。まずはローキック堀内。始まりましたね。全部自分の打撃を足を上げて逃げてた感じなんで、これです。これね。これです。全部これでかわしてたんですよ。すごいやりづらく感じましたね。たどり着いた大久保選手の、はい、この思いっていう、はい、どこまでこれ試合の中、大久保としてやはり寝技グラウンドに持ち込んでいこうというところでしょうかね。そうですね。おー、いいよ、いいよ、いいよ。おー、いいプレッシャーだ。立とうと思ったらロープがこの背中の肩口のところにグイッて入っちゃって立てなかったりとか結構あったんですよ。すごい研究してるなと思って。こういう状態は読めてました。あ、全然読めてましたね。こういう練習もしてきたんで、もう普段通り落ち着いて。あ、今のいいですね。さあここでこのキワキワですね。いやー、これしっかり組みしていい。選手で組んだら今すごいコントロールが強かったですね。はい、この際の部分ですね、はい、あれ当たってちょっと効いたんですよね、多分。だから取れなかったんですよ。堀口選手ちょっとびっくりしてるんじゃないですかね。そうですね、小外をかけていきますが、しかし後ろになりました。ここの離れ際が力は全然感じなかったですね。ただ手を掴んだらもう離さないなっていう粘りの方を感じました。残り6分、今4分経過。距離を取らせてもらえてないっていうのが目立ちますね。それは大木も狙い通りにはなっていますが、詰めていってるね、どんどんね。そうですね。ちょっとチョークの体勢に入ろうと思います。はい、あ、やめました。再び立ち上がりました、両者。おー、ここだ。しかしここは打撃をかわして、効いたっていうよりもバランスっすよね。ダメージはないです。でもちょっと印象悪いなって思ったんで、この後攻めないとなって思ってました。堀内がパンチあると倒れるシーンという今まで見たことないんですけど、いや全然ここも結構練習でやってたんで、ほらすぐ抜けられるんですよ。すぐ腰を切って足下足抜いて、ほら向きになって自分もこうやり合っちゃうとスタミナがロスされちゃうんで、でわざとこう力使わせて力使わせてっていう風にやってました。この堀内がステップを伝って左、そしてポジションに回ってからまた組みついていく。ここからここ譲るな譲るな、右手を抜いて堀内。さあさあどうだ、バックを取った。ここから右腕をねじ込んでいくか。バックトーク、多分この辺からっていうか、まあ自分がどんどん力を使わせたんで、最初は動き良かったですけど、最後のどんどんローストしていったじゃないですか。それをね、大きく実際に下がるか上に上がるかどっちかしたほうがいいね。そしてパウンドを放っていきます。後ろからのパウンド、堀内。5年前の攻撃を繰り返すわけにはいかない。今度はバックチョーク。おっと、当たりました。今度は
足利かしたかったですけど、なかなかいい位置に入れなかったんで。あまりこだわりすぎないというか。そうですね、こだわっちゃうとそこでまた力使っちゃうんですよ。タイミングがもう一瞬でもずれたら粘んないです。もう自分はそこでロスしちゃうんで。ちょっと大きい選手がしのぎたが、今スイッチ、スイッチうまいですね。これで返したんですよ、はい。まあ練習でレスリングでやってるんで、はい。ラスト30、おいよ、ラスト30だぞ。残り時間はまだ10秒もらおうとしています。さあここで拳を振り下ろしていく、拳を振り下ろしていきます、堀口恭司。しかし気づいて離さない荻久保、これが執念です。隙間を開けない方がいいですね。この5年間のね、はい、思いが試合出てる。そうですね、それから組みついてきた大木も、あそこの差し込みね、今度は上になりました。ガードポジションでやります。抜いたら殴ってくるから、抜いたら殴ってくるから、二頭筋抑えろ、二頭筋抑えろ。もうフラッチするしかないですね、とにかく隙間があると、やっぱり打撃がちょっと勢い、遠心力ついてくる。あ、いいですね、これまとめ方いいです。結構今回打たれ強かったですよね。すごい、その切るタックル切る技術もすごい。さあ組みついてきました。今度は両足しっかりと全身で堀口に、背筋が伸びてるんで全然決まんないんですよ。あれが背筋が丸まっちゃうと決まるんですけど。5年ぶりの天然の対決は史上最強のメイドインジャパンに。やっぱりファンの方はこれを期待してないんで、まあ自分の中ではダメだなって。